どうも、後藤定期です。お前ら、愛してるぜ。今回は、てるき塾は、どんなことを教えるのかを、ちょっと今の段階で言えることを、ちょっと伝えていきたいと思います。てるき塾は、学校では教えてくれない、生き方、幸せに生きるための生き方を教えます。どうやったら、この現代社会、この地球で今生きている我々人類が、強く、メンタル強く、持って、幸せに、生き抜くことができるか、それを教えています。僕の全てを教えます。僕が今まで培ってきた全てをてるき塾では教えます。なので、その中で参考にできるところがあったら、皆さんがね、学んで、盗んで、自分の肥やしにして、行っていただけたらなと思います。生き方ということなんで、もうすべて教えます、すべて。学校では教わらないこと。学校って本当に教えなきゃいけないことを教えてないんだよ。なぜかっていうと、リスクがあるから、責任問題とか、偏ったことを教えられないから。うん。なので、掛け算とかさ、足し算とか、九九とかさ、教えてるんだよ、漢字とか。ひらがなとかカタカナとかも、誰でも教えられるようなこと。だからこれはもう後藤輝樹が教えることを輝樹塾で教える。だから吉田松陰先生がね、松下村塾っていうのをね、明治維新や江戸時代末期の時に、やってましたけど、そっからね、総理大臣を輩出したり、大臣経験者を輩出したり、すごい塾だったんですけど、ほんとね、でもそれ1年2年ぐらいしかやってないんですよ。でも僕はもうてるき塾はもうずっと残して頑張ってやっていこうとは思っています。で、てるき塾では、生きるってやっぱ、自分が幸せに生きるっていうことは、世の中も幸せにならなきゃいけないわけでしょ？で、世の中がね、ちゃんと、こう、水道をね、ひねれば水が出たりとかさ、電気つけてば、スイッチ押せば電気ついたりって、これって世の中が安定して幸せだから、可能になるわけでしょ？だから、衣食住が満たされてなかったらやっぱ自分も幸せにならないわけですよ。っていうことは僕たち一人一人も、社会問題や政治に関わっていかないと、幸せにすることができないです。自分一人も幸せにできないし、周りも幸せにすることができない。なので、テレビ塾では社会問題や政治にも、ちゃんと関わっていきたいなと思っています。います。だから、日本が、強くなんなければ、日本人が幸せになれないわけですよ。強くなければ優しくすることもできないんですよ。強さと優しさがなければ余裕がないんで、世の中を面白くしたり、世の中を美しく、調和を保てるような環境に整えたりすることもできないと僕は思っているんで、だから日本を強くしていかなきゃいけないなって僕は思っています。でも日本を強くしただけでね、日本だけ幸せになればいいと僕は思わないんで、日本を強くして、日本が、世界の指導者、世界のリーダーとなれるような国にして、そういった日本人を作り、世界や地球を、幸せにして、人類を、この先の、もう反映できるように導いていきたいなと思っています。だから、テレキ塾では人類を進化、成長させて、一人一人がね、神様、人間はこれから神様になるのか、それともモブ人間になるのか、そういう風な分岐点に今立たされています。だからテルキ塾ではこれから一人一人がね、本当に神様、ホモゼウスとして生きていけるような教育を僕はテルキ塾では教えていきます。俺様神様、後藤テルキ様って言ってるけど、お前らもね、神様になって人を導いてほしいなって思っています。それがテルキ教、自分教なんで。テルキ塾の根本的な考えではそこにあります。なので、幸せになるためにはどうしたらいいかとか、学校で教わんないじゃん。幸せになるかってこれ宗教だから。どうしたら幸せになるんですかとか、これ宗教の話で学校で教えてくれないわけ。まあ道徳とかさ、倫理とかでちょっとやるかもしれないけど、あと恋愛とかさ、性の話とかしないでしょ。まあ保健体育とかであるかもしれないけどさ、それも、なんつうんだろう、人体の模型みたいなの見て、ここは、男性器です。女性器ぐらいでしょ。これはもう政見放送でチンコマンコ言うぐらいですから、性の話も教えるし、教えなきゃいけないじゃん、だって。子供を産むのどうやって産むんですかとか。で、子供を産むためにはさ、恋愛とかしなきゃいけないわけでしょ？しなきゃいけないって言ったらあれだけど、通るわけでしょ？恋愛とか、人付き合い。恋愛や人間関係とかの話も、して教えなきゃいけないと思ってるし、またお金ね、それを実現するためにはお金も必要でしょ？でも、
学校の勉強ってお金儲けの話とかしないわけじゃんか。で、お金のやりくりの話も しないわけじゃんか。まあ、税金がどうたらば、税金の使い道とかも政治の話でしょ。どうしたら、良くなるとか、どうしたらうまくお金稼げるとか、どうしたら賢いお金の使い方とかは、そんな教わんないでしょ。教えてくれないでしょ、学校の先生は。だってリスクがかかるから、リスクがあるから。これね、学校で教えるようになったら、日本もかなりね、強くなると思うんだけど、やっぱ日本は敗戦国で負けてるんで、日本が強くならないような教育システムになってます。そこを僕はぶっ壊そうと思っています。まあ、今はぶっ壊せないんで、僕が私塾として、手抜き塾として教えていきたいなと思っています。なので学校では教えてくれない、人類が、僕たち一人一人が幸せになる、そして世の中、社会も幸せにするような、ことを学ぶ、塾だと思ってください、手抜き塾は。手抜き塾は、輝く木と書いて、手抜き塾です。僕の名前なんですけども、だから僕は輝く木なんです。僕は輝く木だなと思って生きています。僕は輝く木でお前らを照らすために生きているんだなと思ってたんですけども、さらにそこから僕は進化しました。テルキ塾です。お前らを、テルキ塾、後藤テルキは、お前ら一人一人を輝く木にする塾なんだなっていう、さらにこう、使命感が上乗せされました。天命というか。僕が輝く木なんじゃなくて、後藤輝樹という輝く木が、お前ら一人一人を輝く木に育ってる使命があるんだなと。だから一人一人が輝く木になれば、この世界はもっと明るい社会になるんじゃないかなと。この世界、この地球は明るい社会になるんじゃないかなと思っています。なので、皆さん一人一人も輝く木になって、この社会、この世界を導いていただけたらなと思っております。ということで、後藤輝樹。より愛を込めて、お前ら愛してるぜ。よろしくお願いいたします。YouTube を見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして美容に興味のある方、僕の友達紹介で初めて湘南美容クリニックに行かれると、僕にも5000円、あなたにも5000円分のポイントがもらえます。説明欄に僕の情報が載っていますので、それを伝えて行ってみてください。後藤輝樹より愛を込めて、お前ら愛してるぜ。